愛知県稲沢市に町Q。稲沢市にあるボランティアセンター、月に一度ここにたくさんの親子が集まるんです。その理由が、大の気に入りですごい好きなんですけど、やっぱり車輪が動かなくなってしまって、自転車お願いします、お願いします、お利口さん。壊れてしまったおもちゃを直してくれるボランティア団体稲沢おもちゃ病院イーナ、1年半ほど前に発足しました。はいはいはい、折れちゃった、壊れた、壊れた、無理やりでシャー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 した、無理やりシャー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 、壊れちゃったね。おもちゃを原則無料で直してくれる子どもたちの味方。かつて技術職についていた人などがボランティアとして参加しています。会社で経験したそういった技術なんか活用できますから、おもちゃの修理なんかできるんじゃないかなということで立ち上げたと。音が鳴らなくなったというこのおもちゃ、電池の液漏れで錆びたところを電動ヤスリで削ると、治りました、はい、またこちらではより病院らしさを出すために表現に様々な工夫が。これも入院させてください、足切断のこれも入院しますので、まあ病院っぽくしてですね、その場で治らない時には入院ということで1ヶ月ぐらいお返ししたり、活動しているメンバーみんなのドクターというのをつけて活動してます。そんな工夫の中でも一番病院らしい取り組みがあるんです。ここでクイズです。稲沢おもちゃ病院イーナで本物の病院のようにしていることは何でしょう。 A. オンライン診療、 B. カルテを作る。ドクターが壊れたおもちゃを治療してくれる稲沢市にあるおもちゃ病院、こちらで行っている本物の病院そっくりなある取り組みとは。正解は B. カルテを作るです。これがそのおもちゃのカルテ。どこが悪くなっていてどう直したのか、写真と解説付きで細かく記されています。特に入院した案件についてはなるべく、カルテを作るようにしたいと思っております。はい、本当の病院みたいですよね、カルテができてるっていうのがね。あの原因が分かったのでなんかすっきりしました。感知したオルゴールを鳴らしてみました。動いた動いた、よかったよかった、動いた、遊べて嬉しい。おもちゃのカルテによって実績が積み重なり、ドクターたちの腕も磨かれているんだとか。こんにちは、任務完了。任務完了って言ってきました退院したおもちゃを受け取りに来た親子は、やった、いい音するね、いや久しぶりだな。いや音なんか前より綺麗になった気がする。音綺麗だね、確かに。子供たちの嬉しそうな姿にドクターもこの笑顔。壊れてたのが治るとは思ってなかったから最高。